皆さんこんにちは。今回は地下迷宮について話していこうかと思います。地下迷宮って熟練度レベル上げにすごく良くて、倒すの大変なんですよ。 HP もうずっとやってないんで忘れちゃったんですけど300万くらいあるのかな。でもその代わり本当にそのパーティー組まなくても誰が触っても倒したら経験値とか熟練入るみたいな仕様なんで、この地下迷宮ね、第100層ストーリーね、クリアしないとできるようにならないんで、100層をクリアしましょう。やっぱ始めたての人だと全然歯が立たないと思うんですけど、今はもうね、地下迷宮実装されたてとかじゃないんで、もうあんまり人いないかもしんない。もう最近見てないからわかんないですけど、野良パーティーとかでなんかパーティー組んでる人とかいたら、人が多いサーバーとかあると思うんで、そういうのに飛んでとりあえず参加してってっていうのがすごくいいと思います。弱い人でも行って、例えば全体攻撃のデバフのスキルレコードとか打ちに行ったらすごく貢献できていいんじゃないでしょうか。例えばその全体攻撃のデバフって言えば、こういう防御弱加算デバフの全体攻撃とか、でもやっぱり槍は全体攻撃が多いので、もしねそういうの持ってたらいいのかなって思いますけど、確かだけど弱点が打属性非属性だったと思うんですよ。だからこういうね、このイベントですね、常設イベントで手に入る、配布スキルって呼ばれてるやつですね。これ頑張れば誰でも手に入るんで、こういう全体攻撃のねデバフを打ち込んでいったりとか、誰か持ってればっていうか、誰でも持ってるやつで言えば、リュールですね、この配布リュール。これが87層だっけな、ストーリークリアでもらえるんで、これ、打属性のデバフなんで、こういうのとかで打ち込んでって、全体攻撃で巻き込んで、で、誰かが触ったやつを誰かが倒せば、触った人全員に熟練が入るんで、すごくいいと。で、地下迷宮って、誰でも触ったら経験値入るんじゃパーティー組む意味ないのかっていうと、そうでもなくて、パーティー組んだら、もちろんそのパーティー全員に及ぶバフ効果とかも適用になるし、それだけじゃなくて、やっぱパーティーだとドロップアイテムが共有なんで、その各狩り場エリアに一人ずつ散らばって、全体攻撃でお触りしに行くと。で、他の人に倒してもらうとかでも、自分で倒しても、もちろん自分で倒すのが一番いいんですけど、強ければね。なんですけど、他の人に倒してもらうとかして、熟練とか経験値入れば、パーティーメンバー全員に及ぶんで、たまにね、本当に優しい人とかね、やっぱお手伝いが好きみたいな、その人の役に立ってることが楽しいっていう人がモブ集めてきたりしてね、それでいっぱい狩れたりして熟練入ったりして、すごく楽しいですね。この地下迷宮ね、レイドボスっていうのかな、なんかでっかいボスが出ることがあるんですけど、それは10分おきに出て、そのボスからは中瓶とか大瓶も落ちることがあったりして、ただそのボスってあまりにも強すぎて普通倒せないんですよね、ボスがいる間に。時間経過でそのモンスターって消えちゃうんですよね。で、多分レイドボスって言いたくなるぐらいなんですけど、HP が何億とかもあるんで普通倒せないんですよね。だから本当にギルド合同とかで、そういう大規模な、そう個人開催のイベントとかで倒したりとかっていうのが普通なんですけど、そのねボス普段はやっぱ倒せないんで、そのボスとか持ってくる人がいるんですよ。ターゲットって通常攻撃とか、スキルツンツンして、他のエリアみんながいるところに倒してもらおうとか言って持ってく人がいるんですけど、マジでやめてほしいっていう感じです。やめた方がいいですね。あとは宝箱が出ることあるんですよ、地下迷宮から。宝箱は外れもあるんですよ。当たるとスキルリリースっていうアイテムがもらえるんですよね。スキル威力、スキルレコードってダメージ何パーセントってあると思うんですよ。こういう 872% ダメージみたいなね、こういうここのパーセンテージが上がるアイテムなんですよ。ただ使い捨てのアイテムなんで、1回使ったら1個なくなるみたいなアイテムなんですけど、そういうのが手に入るんで、ここぞっていう時に使うといいものみたいな感じなんですけど、
まあ、そういうのが当たるんですが、まあ、外れるとあのモブが大量に湧くんですよ。で、まあ、外れって言い方が悪いと思うんですけど、まあ、初めての人よくわかんないかもしれないけど、まあ、大当たりなんですよ、外れの方が実はあのモブが大量に湧いた方が嬉しいんですよね、いっぱい狩れるから宝箱あのね、どんどん引いてった方がいいですね。あとその宝箱のその外れから出たモブからしか、そのレゾネイトリリースってやつですね、そういうのしか出ないみたいな、そのモブからしからしいんで、まあ、このねスキルリリースっていうアイテムはその使い捨てで、別に自分のステータスが上がるってわけじゃないんで、そのステータスの底上げとかやるわけでもないんで、自分の捨て上げとかするわけじゃないんで、まあなんて言うんだろうな、その日々の周回に使うっていう時はよほど強いボスと戦う時とか、まあ普通使わないと思うんですけど、まあ、こういうのね、まあ、熟練としてやるんだったら副産物として手に入ったみたいな感覚でやるのがいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、スキルリリースについては他の動画また後でやるので他で説明しようと思います。まあ、このね地下迷宮ね、その誰が触ってもね、あの経験値とか熟練入るんで倒したらね、だからまあ人が多ければ多いほどいいんですけど、やっぱね熟練カンストした人とか最近増えてきてるんで、そういう人がね、まあ、やめちゃうかもって感じで、うん、やっぱねなるべく早いうちにやっといた方がね、まあもうあれかな、もう早いうちに行こうとかそういう時期は過ぎてるかな、もうまあやってる人いたら行くかなくらいがいいんじゃないかな、もう多分ね。でまあ地下迷宮はその時間制限とかないんで、そのダンジョン迷宮区みたいなもんだって思う人もいるかもしれないですけど、なんか階層フィールドと同じような扱いというか、うん、なんか同じようなサーバーというか、まあ、そういう感じなんで、まあ、人数制限もないし、まあ、とにかくフリーだし、まあ、ダンジョン内でなんかあのモッドの何取り外しとかモッド素材装着とかもできるし、まあ、なんかいろいろできるんですよね。まあ、ちょっと試しに地下迷宮行ってみますか。で国鉄級からここを移動するって入って、まあ、中入るとあの蘇生結晶が使えないんですけど、まあ、別に死んだところで特に何のデメリット、まあ、デメリットといえば、まあ、死んでる間は何も受け取れないっていうだけなんで、まあ、この地下迷宮の中入ってもメニューアイテム強化交換とかね、これ普通できないんですよね、普通のダンジョン迷宮区の中だと、まあ、こういう操作が行えると。でこっから普通に他のねイベントとかに飛んだりできるんで、わざわざ脱出口まではるばるね遠路はるばる行かなくてもいいと。で、まあ、この中のモブは、まあ、属性耐性があるん でこの地下迷宮第1層は弱点が打飛だと思うんですよね、さっき言ったと思うんですけど、一応ここでちょっと今確認、あ打飛ですね、打属性非属性なんで、まあ、なるべくその火力出したい人は、まあ、できれば打属性がいいですね、まあ、自然属性は最悪合ってなくても、まあ、理想を言えば打飛で行くのがいいんですけど。でこのモンスターたち倒すとコルはドロップするかっていうとドロップしますね、まあ、コルなんだろうな、イベントによっては例えばアサルトとかディフェンスバトルとかコルドロップしない場合があった気がするんですけど、まあ、そういうのとは違って、まあ、コルはドロップします。まあ、大体この地下迷宮さ入ってさ誰もいなかった時こうやってさ宝箱だけかっさらってさどっか行くみたいなことするんですけど、たまにあ罠にかかりました。これどっかモブ湧いたのか、あ今湧いたのかな、なんか今ちょっと見てなかったから分かんなかったけど、ここもちょっと開けてみましょうか。テンペストリリースっていうのがもらえましたね。あこれそのなんだろう、この地下迷宮でその倒すでかいボスですね、本当に倒すの大変なんですけど、もう何十人ももう30人とかそのまあギルド一つで倒すよりは2つ3つそういう30人のギルドが合同で倒すのがやっぱ効率いいんで、そういう感じでやるんですけど、まあ、それだけ労力をかけて倒すだけあって、やっぱりその倒した時のそのドロップ貧困のなんとかリリースっていうのがめっちゃ多いんですよ。何個だっけ、なんかこのなんとかリリース20個30個だっけ50個だっけ忘れたけど、それがいっぱいガーってなんかシステムログに出てくるんですけど、まあとにかくいろんなものがいっぱいドロップして面白いですね。だから誰かその個人開催でその地下迷宮
大規模討伐戦やりませんかみたいな感じで呼びかけて、いっぱい人が集まるときに行くと、まあ、いいのかなって思いますね。だいたいそのギルドランキング戦が終わった直後とか、その、まあ、ギルドランキング戦ギルランで、あのスキルリリース使う人とか結構いるんで、まあ、上位勢はだいたい使うと思うんですけど、それが終わった後にね、地下迷宮やるっていう感じで、まあ、定期的に開催されると思うんで、まあ、ツイッターとかでね募集してるんで、まあ、チェックしておくといいのかなって思います。まあ、大体その地下迷宮でその熟練をやる場合の解説はこれくらいですね。まあ、とにかくその100層行ってない人はまずその100層クリアを目標に頑張るのがいいのかなって思います。あとちょっと言い忘れてた、このねレイスってやつ、このレイスがあの消えたり出てきたりしてめんどくさいんで、ここでやる人なんか多いんですけど、これマジで大変すぎて、どこだっけな、ここだっけ、ここはレイスいないし、そうこっちからモブ持ってくる場合もこっちにレイスいないし、このマップ左上の方もねここレイスいないんで、この俺この位置がいいと思うんですよね。そのモブ集めする人もこの左上と左下からここの真ん中の方に持ってきてさ、やるのがいいと思うんですけど、まあ別にまあどこでやってもいいんですけどね、どこでもやっていいんですけど、まあそういうのが俺はいいんじゃないかなって思います。あ、すいません、あと言い忘れてたんですけど、その地下迷宮めちゃくちゃ人が集まるときって、あの本当に重くなって画面固まることがあるんで、この設定でいろいろ軽くしておいた方がいいです。この多プレイヤー最大表示数とか表示範囲を最小にして、このテクスチャー品質、オブジェクト品質、画面解像度とか、まあ、エフェクトとか攻撃範囲表示とかもまあ切っていいのかなと思います。まあなんかとにかく下げられるやつをとことん全部下げないと、マジであの常になんか通信エラーみたいな、通信が悪いですみたいな感じでなんか常に止まってマジで何も動けないみたいなことが起こるんで、まあ、そういうのねできるんだったらおすすめというか、やんないと動けないです動けないですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。